皆さんこんにちは。皆さんは元お笑いタレントの清水圭さんをご存知でしょうか。清水圭さんですが、2022年に突如引退を表明しています。そこで今回は清水圭さんの代表的なレギュラー番組、降板の原因と芸能界から干された理由、そして引退理由や現在の活動をご紹介していきたいと思います。芸名清水圭、本名清水圭太。清水さんは1961年6月24日、京都府宇治市に生まれました。同志社小売高等学校を卒業後、同志社大学商学部に進学。大学を卒業後はアパレルメーカーに就職しました。2年のサラリーマンを経験後は、1984年6月に同志社大学後輩の泉治さんと、漫才コンビ清水圭泉治を結成します。新人の登竜門である間宮子供恵比寿漫才新人コンクールで優勝するなど、関西で多数のレギュラーを抱える人気コンビとなりました。1987年8月から1988年4月まで、日本放送のラジオ番組「圭治のオールナイトニッポン」でパーソナリティを務めるなど、東京進出も果たしましたが、大成せず東京から一時撤退。再び活動の場を関西に移しました。ですが、1993年に清水圭さんが東京に再進出します。1993年10月から1994年9月の間、笑っていいともレギュラーを務めました。同時にそれぞれ単独での仕事が多くなり、1993年にコンビとしては活動休止状態となり、2001年に正式に解散しています。清水さんは2012年1月27日付で株式会社フーリッシュを設立し、代表取締役に就任します。2012年6月1日に目黒区柿の木坂に、清水さん自身がオーナーのカフェ&アパレルショップのストレージをオープンさせました。2012年以降は実業家や経営者としての活動がメインとなったことで、芸能活動は縮小状態になり、まれにゴルフ雑誌などでコラムを執筆したり、単発的にメディアに露出したりする程度に止まっています。そんな清水さんですが、2022年4月、本人のブログ上にて芸能界からの引退を発表しました。清水圭さんは過去にはいろいろとレギュラー番組に出演していました。有名な番組を挙げると、笑っていいとも、世界ウルルン滞在記、所さんの世田谷ベースなど、誰もが知る番組にも多数出演していました。ですが、2014年に所さんの世田谷ベースを降板してからは、レギュラー番組はゼロ本になってしまいます。しかし、降板となったのには原因があると言われています。笑っていいとも降板の原因、笑っていいとも増刊号に、1993年10月から1994年9月の間出演していました。なぜ1年間で降板したのでしょうか。レギュラーになってまだ1年も経たないのに、夏休みを取ったという清水さん。グランドフィナーレで中居正広さんが感極まったスピーチ中に、笑福亭鶴瓶さんに向かって、毎年正月にハワイに行くために休んでいたことを茶化していました。この中居さんの言葉を踏まえると、当時の清水さんの行動は番組スタッフや共演者にどのように思われていたのかが想像できますよね。清水さん自身がブログで語っています。スタッフは頭に来たと思うわ、わら。そりゃ降ろされるわいな、わら。アンビリバボー降板の原因、ビートたけしプレゼンツ奇跡体験アンビリバボーには、1998年10月から2012年9月まで出演していました。約14年間も勤めていたアンビリバボーのレギュラー、なぜ降板になったのでしょうか。原因は単純に、アンビリバボーが新規リニューアルするということで、メンバーもそう入れ替えすることになったことが理由のようです。番組の改編でレギュラーから外れたようですね。所さんの世田谷ベース降板の原因、所さんの世田谷ベースには2007年4月から2014年1月まで出演していました。降板した理由は何だったのでしょうか。実はマネージャーさんの確認ミスで、世田谷ベースと同じ時間帯に放送するスカパーのゴルフネットワークの We Love LPGA Tour という番組に出演が決まり、気づいた時にはスカパー側を断ることができない状態だったようです。裏番組に出演することは芸能界のタブーと言われているので、裏番組に出演したことが降板の原因と言えます。
しかし清水圭さんが悪いというよりマネージャーが原因だったようです。この件について所ジョージさんは清水圭さんに激怒したといいます。サッカー本田圭佑選手の批判で炎上。清水さんが各番組から干された理由としてサッカー選手本田圭佑さんへの批判とも噂されていました。2009年のオランダ戦で本田選手と中村選手が衝突したのを覚えていますか。2015年9月そのことに清水さんがコメントしました。実際はそんな綺麗事ではお前とブログでこの話題に噛みついた上、本田選手が中村選手に吐いたありえないセリフを私は知って万年と、本田選手が中村選手に発した別の言葉があると語りました。さらに絶対言うべきではない捨てゼリフありえへん一言と鬼の首を取ったがごとくまくしたて敬意なんてかけらも感じまへんと続けました。このブログはあっという間に炎上して記事を削除しています。ブログを出した当初はこの発言に賛否両論でしたが、清水さんが文章を削除した瞬間にネット上では怒りのコメントが相次ぎました。消すぐらいなら書くな、えらいすんまへんって謝ってねえのと一緒だろ、また聞きで偉そうなこと言いやがって、世界で一番ダサい男と辛辣すぎるほどのコメントがずらりと並びました。その後ブログで謝罪をしています。ところで気になる本田選手が中村選手に吐いたありえないセリフを私は知って万年についてですが、何を言ったのでしょうか。ここは俺でしょと主張を続け、さらにフリーキックを蹴ろうとする中村さんに本田さんが、俊さん最近フリーキック決めてないでしょと言ったんです。この言葉に中村さんは反応し一瞬動きを止めました。清水さんが言っているのはこの最後の発言ではないでしょうかとサッカー界関係者は話しました。清水さんの言った本田選手が中村選手に吐いたありえないセリフを私は知って万年の内容はそんなに大した内容ではなかったようですね。本田選手のファンは大勢いるのでその後もバッシングは続きました。しかしこの発言の時点で清水さんのレギュラー出演はゼロ本だったので、これが干された原因とは言い難いかもしれません。引退後現在の生活、メディアへの出演がほとんどない状態が続いていた清水さんですが、2022年4月28日に突如ブログで芸能界引退を宣言しました。本名の清水啓太君として普通のおっさんからやがて普通のおじいさんになるべく地味に静かに人生を過ごしていこうと決めましたと5月9日にはごきげんようと題したブログを更新しましたが、その後ブログを閉鎖しています。たくさんコメントいただきました。みんなほんまにありがとね。皆さんの幸せを不整脈な心から祈っております。わら。それではごきげんよう。なお数日でこのブログは閉鎖いたします。2022年4月まで所属していた吉本興業も退社したようです。清水さんはモチベーションがなくなったという誠に個人的で勝手な理由ですと引退の決意に至った理由を説明していました。関係者によると引退前は司会業やイベントの仕事を月に 1,2 本やっていたといいます。ただテレビ出演はほとんどなく露出が減っていた中で、2021年に60歳という節目を迎えたことも大きな転機となったのではないかと考えられています。清水さんの芸能界引退理由としてもう一つ考えられるのが実業家としての成功です。先述した通り清水さんは2012年に株式会社フーリッシュという会社を設立し代表取締役に就任。同年東京都目黒区柿の木坂にカフェ&アパレルショップをオープンさせました。大阪にもお店をオープンさせるなど清水さんのビジネスは軌道に乗っているとのこと。実業家として活躍しているため芸能界からはすっぱり身を引き第二の人生を歩み出すことができたのでしょう。引退は残念ですが芸能界とは別の道で清水さんの活躍は続いていきそうです。というわけで今回は清水圭さんの代表的なレギュラー番組降板の原因と芸能界から干された理由、そして引退理由や現在の活動をご紹介しました。有名番組のレギュラーとしても活躍していた清水圭さん、自身の行動によって少しずつ自分の居場所を減らしていってしまったように思えます。露出が減っていた中2022年に芸能界を引退してしまった清水圭さんですが、今後は実業家として第二の人生で輝いてくれることでしょう。
最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。